いらっしゃいませ、サンロードの花園です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、普段とちょっと違う格好いたしております。私、白衣着ておりますよね。本日はですね、私がしている仕事の一つご紹介していこうと思います。 YouTube だけが私の仕事じゃないんですよ。はい、ということで私がしている仕事の一つにはですね、こちらお弁当ですよね。このお弁当のカロリーや塩分などを計測しているんですよ。今回はですね、こちらのカロリーを計測しているところをですね、ご紹介していこうと思います。最初にですね、こちらのお弁当の写真を撮ります。次にこちらのお弁当の重さをですね、測っていきます。 363.5g ですね。次にですね、こちらのお弁当の中身すべてをですね、こちらに入れまして、全部かき混ぜていきます。それではお弁当の中身ですね、入れていきます。ご飯だけはね、ちょっと粘るんでね、混ぜたら粘るんで最後に入れます。もう全部ですね、入れちゃいます。よいしょ。野菜もですね、全部入れていきます。で、この酒にはですね、骨がありますので、骨は食べないですよね。なんで取っていこうと思うんですけども、これ骨あんまりないですね。ここに骨が、よいしょ。骨を取って入れまして、これで一旦混ぜていきます。それではミキサーで混ぜていきます。こういう感じで細かく刻んで混ぜていきます。で、やっぱりね、酒の皮がね、なかなかちょっと切れないんでね、ちょっとハサミで切っていきます。先の皮ってちょっと硬いですもんね。ね、なかなか混ぜることができないんで。はい。ある程度細かく混ざりましたら、この後ですね、ご飯入れて再度混ぜていきます。ご飯はね、もちもちしてるんでね、どうしても粘ってしまうんでね。後から入れます。よいしょ。はい、ご飯を入れましたら改めてミキサーで混ぜていきます。ご飯粒がね、だいたい3分の1ぐらいの大きさになるまでちょっと切って混ぜていきます。で、ちゃんと混ざるようにですね、横にこびりついたのを中央に寄せて再度混ぜていきます。このような感じで綺麗に混ざりました。で、次にですね、このお弁当の容器の空容器をですね、ちょっと重さ測ります。 12.5 ですね。先ほどのお弁当の重さ測った時はですね、 363.5g でした。これから容器の 12.5g を引きまして 351.0g、 これがね、食べている量となります。で、次に、こちらの容器にですね、この砕いたものを入れて、こちらの機械にかけて測っていきます。それでは、こちらの容器にですね、先ほど砕いたものをですね、積み上げていきます。これね、一箇所から取りますと、固まってしまうんでね、いろんな箇所から少しずつ取って詰めていきます。で、これね、先ほどのガラスで蓋するんですけれども、空気が入らないようにね、ぴったりと、ね、なるように詰めてやるような感じですね。こんな感じで詰めまして、ガラスの蓋でぴったりと、はい、こんな感じでぴったりとですね、空気が入らないようにですね、
閉めていきます。でね、蓋がどうしても上がってきますんで、蓋が上がってこないようにですね、クリップでちょっと止めます。はい、こういう感じですね。これをですね、こちらの機械に入れて測っていきます。この機械で測っていきます。この機械すごいんですよね。タンパク質や炭水化物、あと脂質や水分量を測ってくれるんですよ。計測した結果はですね、このようにパソコンに取り込まれていきます。それではこちらの機械にセットしまして、スタートを押します。これで測ってくれるんですよね。これをですね、ちょっと角度を変えながら3回測ります。はい、それではですね、こちらでカロリーを計測している間にですね、塩分を測っていきたいと思います。塩分はですね、ちょっとこちらの機械で測ることはできませんので、こちらのナトリウム計ですね、こちらのナトリウム計を使って塩分がどれくらいあるかですね、測っていきます。まずはこちらにですね、10g 取っていきます。この10g がちょっと難しいんですよね。なかなかね、 10g っていうのが難しいんですよね。で、はい、 10g ですね。はい、 10g 取りました。で、次にですね、精製水、こちらをですね90g 取っていきます。よいしょ。はい、90g ですね。ちょうど1対9の割合ですね。で、ここにですね、脊髄水を入れながら、こちら押しつぶしてですね、塩分を水の方に出していきます。水を少しずつ入れてですね、すりつぶしていきます。このすりつぶす作業もね、意外と大変なんですよね。水を少しずつ加えながらですね、すりつぶしていって、塩分をですね、この水の方に移していきます。ちょうどね、理科の授業で習ったかと思うんですけども、浸透圧、この浸透圧の影響でですね、水の方にどん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 塩分が出ていくような感じですね。はい、それではですね、こちらろ過していきます。よいしょ。こういう感じでこして水分だけ出していきます。それでは、これに含まれておりますナトリウムイオンの量をですね、こちらの計測器を使って測っていきます。機械に馴染ませるためにですね、ちょっと3回ぐらい捨てて、あとね、塩分はね、どうしても下の方に溜まりますので、かき混ぜながら入れて、で、塩分を測ります。220って書かれてるの分かりますかね。これがナトリウムイオンの量になります。この数値をですね、パソコンに入れますと、100g あたりの塩分量がですね、自動的に計算されるんですよ。はい、このような感じでですね、食品のカロリーやタンパク質などの量やですね、また塩分相当量、こちらをですね、測るのも私の仕事となっております。この仕事ね、もうその食品に関していろんなことがわかりますね。とっても面白いんですよね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。まだチャンネル登録しとらんと、そらいかんばい。チャンネル登録せんといかんばい。はよしなっせ。ほら、チャンネル登録しなっせ。